はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造マシンこと、リュウです。さあ、本日なんですが、またクソリッキーをね、ご紹介していきたいと思います。新パックでね、最強のクソリッキーができたんで、このデッキ、特徴がありまして、特段対戦相手、必要ありません。壁とやってれば大丈夫です。壁とやっててください。ワンキロを説明していきましょう。まず、フラッグシップディール発動します。このカードは、効果が無効になって、シンクロエクシーズの素材にできない代わりに、UA モンスターをデッキから特殊召喚できるっていうぶっ壊れカードとして、で、これライフポイントを失うんですね、レベルの。レベルかける300の。出してきたモンスターがね。なので、6か7を出してくるとですね、1800ないし、2100の、ライフポイントを失うことができます。ライフポイントを失うというのは、デュエルリンクスにおいてはものすごいアドバンテージなんで、これで、池お邪魔というね、このスキルを使います。これは、1800減った後にライフポイントがね、相手のフィールド上にお邪魔トークンっていうのをね、一体守備表示で出すんですよ。こいつは、攻撃力が0、守備力が1000で、こいつが破壊されたら300ポイントのダメージを受けるっていう、まあそういう効果になってるんですけども、これをね、これでぶん殴ります。ドレッドロードなんか、こいつはね、貫通能力を持ってまして、で、ダメージを与えると相手のカードを破壊できるっていうカードなんですが、こいつをですね、まあ、フラッグシップディールかなんかで、展開してきて、で、効果もこうなっちゃってるんで、まあ、UA っていうのはね、手札から、手札に戻して、特殊召喚したり、アドバンス召喚したりしてあげれば、まあ、効果は有効になるということで、これを出すと。で、これにこれをつけます。パワードギプス。はい。東京オリンピックはね、残念ながら、延期になってしまいましたけれども、パワードギプスをつけて、まあ、デュエルリンクス内ではオリンピックをしていこうという、そういうコンタですね。で、攻撃力、守備力を1000ポイントアップさせて、そして、戦闘ダメージが倍になります。これをつけている、モンスターは。こいつ貫通します。1000ありが上がります。で、戦闘ダメージ倍です。で、池お邪魔トークン殴ります。はい、1000です、これ、守備力。なので、5000ダメージ入ります。デュエルが終了します。対戦ありがとうございました。グッドグッドグッドと。そういうことですね。で、一応、こいつ戦闘で相手モンスター破壊すると、もう一回攻撃できるよみたいな効果あるんですけども、これ使わずに池お邪魔をぶん殴れば、まあ一発で、簡単に、デュエルが終了するんで、まあそれを狙っていくということですね。で、バック除去が一番きついんですよ。一番きついっていうか、バックに弱いんですよ。UA は。なので、サイクロンと局所的ハリケーンを入れて、で、この辺のモンスターで、まあ特殊召喚とかを狙っていくと。で、ちなみに、まあフラッグシップ T がなくても、スタジアムとか、があって、ファンタジスタがいれば、こっちのドレッドノートなんか出したりすることができますね。サーチ入れてね。で、先行やることがないと思いがちなんですが、先行ではこいつを出しましょう。ストロングブロッカー。こいつは、一旦にちょっと相手の、モンスターの特殊召喚に成功したときに、そのモンスターの表示形式を変更して、効果を無効にすると、例えば今、流行ってるね、ハーピーとか、ああいうのも無効にできますから、しかも守備表示にできるです。これめっちゃ強いです。で、守備力2000なんで。これを先行で立てれば、まあ一応、まあお茶を濁すことができるということで、先行もやることがあると。で、高校はめっちゃ強いということで、早速ね、壁とデュエルしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、東京オリンピックがね、開催できないということで、デュエルリンクス内ではオリンピック開催していきましょう。オリンピックを。まずはとりあえずバスケットの部からね、バスケットの部からちょっと早速やっていきたいと思います。ハンド的に。手札にはね、桜木花道さんが来てますんで、桜木花道さんに、パワードギプスをつけて強制的に、練習をして、ものすごい勢いでね、ワンキルを決めていきたいと、そんな風に思っております。あ、磁石、あ、これ伏せあるかな、伏せあるかどうかちょっと教えてもらっていいですか。あ、なんだろう、カード伏せるのやめてもらっていいですか。行くぞ、局所的ハリケーンお願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。で、伏せカードを手札に戻して、で、フラッグシップティール使ってから、パワードギプス使って、これワンキルですね。磁石とかどうでもいいです。磁石とかいうモンスターね、かモンスターね、1枠さえ開けてもらえればモンスターゾーン、別に相手何でもいいですよ。これ相手壁です。何でもいいんです、正直。相手別に誰でもいいんですよ。クリボール握ってたらめんどくさいですけど、コリバーリバウンダーを特殊召喚、そしてコリバーリバウンダーを手札に戻して、ドレッドロードなんかを特殊召喚で、コリバルリバウンダーを、召喚、はい、アドバンス召喚で、コリバルリバウンダー召喚成功時の効果と墓地か手札から、ウルトラアスリートモンスターを特殊召喚できる。さあ、オリンピック開催、オリンピックおめでとうございます。延期、オリンピック延期おめでとうございます。パワードゲームスを装備、ドレッドロードなんかに装備し、そしてこれによって3500という盾になる。で、好きだぞ、池お邪魔発動、
これが自作 GA マキリです。オリンピックおめでとうございます。ありがとうございました。うん、別にね、相手人じゃなくていいんですよ、これ壁とやっててもらっていいですか。やかましいわ。さあ、お相手の方、おっとアンチノミ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。アンチノミ選手、最近シンクロフライトコントロールっていうね、あの KC カップでも活躍したと言われているあのスキルがかなり強いということが注目されておりまして、結構増えてきていて嬉しいですね。行きそう、ユース。シンクロフライトコントロールの効果発動。テックチューナス、カタパルトドラゴンをデッキに下ろし、好きなテックチューナスモンスターを手札に加えることができる。テックチューナス、ワオルフ。このモンスターは、フィールド上にレベル4以下のモンスターが特殊召喚された場合、弱。弱ハンド。え、それは勝ちだわ。それは勝ちですわ。フラッグシップティールの効果発動。行くぞ、ユース。僕は、ウルトラアスレート、ドレッドなどダンカーを特殊召喚。そしてウルトラアスレートスタジアムを発送。東京オリンピックは中止になってしまったが、私はオリンピックを開催していく。ただしこのオリンピックは対戦相手は必要ない。壁とやってればいいだけ。そう、相手なんていなくていい。なんて平和な、この時代になんて平和なオリンピックなんだ。これは何、どれこれか。ファンタジスタを手札に加えていく。そしてフィールド魔法の効果によって500ポイント打点がアップ。さらにパワードギプスを発送。ドレッドノートダンカーに装備、スキル発動、いけお邪魔。これマジで相手誰でもいいんですよね。別にあなたじゃなくてもいいです。パイセン、ありがとうございました。パイセン、あざーす、お疲れした。さあ、お相手の方、お邪魔たちの故郷、なにお邪魔たちの故郷、なに本物の満潮来た。融合なんだと、やばい融合はやばい、ふざけんなよ、ガン決まりすぎたろこいつ、ふざけんなよ、なんだよそれ、おいふざけんなよ、おいふざけんなよ、嘘だろ、それはガン決まりすぎじゃないか。これなんか俺カイドウだったっけ、あ一応サイクロンあるか、サイクロンでお邪魔割ればいいのか、そしたら打点が、あ、いやおかしくないですか、いやちょおかしくないですか、それチートツール使ってない、それ絶対おかしいって。